三蔵稲荷に行ってきたので残しておこうかなと思いましてですね、2022年6月4日に行ってきました。土曜日、三蔵稲荷、夜店に行ったついでにね、ちょっと立ち寄っとこうかなと思って行ってきましたが、三蔵稲荷は、ちょっと今回こっち側の入り口しか通ってないけど、もう一方向から上がれる方があって、備後護国神社の近くからも上がれるようになってますね。こっち側は、なんて言うんだろう。なんて言うかな。なんて言うんだろう。駅裏の方から、違う、福山駅の北口。今、福山城口になってるのか。から、まっすぐ、なんていう、噴水公園方面に、行くわな。で、そして、左に曲がって、で、左に曲がってまっすぐ行った三蔵稲荷あるわな。そこ。で、そっち方面から来たら、もっと奥まで歩いて行ったら、もう一つの、入り口の方に行くわな。そう、そんな感じの入り口。こっちが。で、こんな感じになってる。この写真でいうところの左側から来ましたよという感じ。この写真の向きで言うとね。そう。まあ、立派な感じよね。あまり俺神社とか行く割に詳しくないんだけど、稲荷神社って結構さ、なんかこの赤とか朱色みたいな感じのさ、なんか鮮やかな色で、こういう、これも柵がさ、そんな感じになっとんじゃん。なんかそういう印象あるよね。だからなんか割と可愛いなと思って見てるけど。歴史ある建物とかをあんまり可愛いとか思わん方がいいかもしれないけど。まあでもなんか物騒な話とかを聞くとね、一応都市伝説系のことにも興味があるからさ、まあ稲荷神社っていうのはいろいろあるとは言うけど、まあそんなこと言い出したらどこにも行けないしね。そんな厳密に言ったら俺草戸稲荷神社にも行くし、三度稲荷にも行くから、本当はじゃけ、あんまりいろんなとこの稲荷神社行かない方がいいみたいな、っていう説もあるじゃん。まあ、それ言ってたら仕事できんよね。で、まあ、特に気持ちが大事だと。俺個人は思ってますんで、なんて言うんだろうな。やっぱ好き。こういう場所に敬意を持って、まあ、行ってれば、まあそんなおかしなことにはならんのじゃないんかなとは思ってる。まあわかんないけどね。詳しくないから。ただ今までおかしなことになったことは一度もない。なんか神社で怪我したとか、なんか悪い変な体験をしたとかっていうのは一度もないかな。なんか好きな場所だなと思うくらい。気の持ちような気がするけど、不気味だと思ったらそれどこ行っても不気味だと思うだろうしね。なんか嫌なことが起こりそうとかって思ったら、どこで何をやっても嫌なこと起こりそうと思うだろうしね。そう、だからあんまり気にしない方かな。で、複数列に広がってお参りしましょう。思いやりの、なんとかって書いてあるね。血の輪くぐり。あ、6月20日、じゃあ26日。13時から19時、血の輪くぐりだって。あ、そこで記事にしようと思って忘れてたわ。そこ血の話だけど。そう、血の輪くぐりね。そう。これはどういう内容なんかはちょっとよく把握できてないんだけど。こういうのがあるらしいです。で、一番興味を持ったのは、今回初めて気づいたんだ。これ多分正月にもここ来てんだけど、ここお百度参り用の石があるんよ。百度石っていう。知らんかったよね。俺何回かここ来てんだけど、全く気づいてなくって。多分俺いつも反対側から上がってくるんよ。だからなのかな。今回こっち側から上がったの初めてなんじゃないのかな、俺。そんな気がする。そう、お百度参りで願掛け、神様にお願いを叶えてもらえるよう100回お参りして祈願することです。一年岩をも通すのことわざにあるように、不可能と思われることも心を込めて行えば達成できる。願い事を心底100回繰り返すことによって、信仰心の厚さと切実
を訴え神のご加護を得るということです。このように願をかけることをお百度参りとかお百度を踏むと言います。一心不乱に神に向かい百度石と神様を通う儀式は平安時代から行われてきました。己を磨き心を研ぎ澄まして願いを叶える。お百度は百度石を起点に本殿までの間を百往復します。左側通行かっこ左側通行自動車と一緒やん。数は小寄り紐を追って数えます。小寄り紐は社務所でお受け取りくださいと。三蔵稲荷神社社務所で売ってくれるんかな。小寄り紐を社務所でお受けくださいっていうのはどういうシステムなのかちょっとよく分かってないけど、1往復で1なんだね。で左側通行じゃないといけんのだね。外国の方はちょっと気をつけんといけんな外国右側通行があるから、うん、ちょっとこっちこれはちょっと気をつけていただいて。お百度石これにタッチするのかな。なんか書いてあったよね。お百度石を起点に本殿までの間を100往復します。別にタッチしろとかそういうことは書いてないね。起点に本殿までのでそこねあれだよね、あれだよ、あれが本殿だよね。でそこをまあ100往復すると。いつやってもいいのかな。別に時間がどうとかね、そういうの書いてないね。人に見られちゃダメとかなんかそういうのは全然なさそうだね。何も書いてないね。で福山城があの窓に映ってるね、右側の。そう、それくらい近いんよここ。そうなんです。でなんかもうちょっとようわからんんだけど、なんかこう舞台みたいなやつがあった。これの右側、これ本殿まっすぐ向かって、右向くとこれがあって、そう、おみくじをかけるところがあったりで、ここがさっきとは違う、もう一つ入り口があるって言ってたじゃん。でそっち側から取った感じだね。で福山城が見えます。で左側向いたらこれになると。でこっち側から上がってくるんよ、もう一つの入り口って言ってたのは。こっち側なんかビンゴ五穀神社付近の、まあ、駐車場みたいになってるところから上がってくる。でちょっと上がってきたら この方向に向くようになる。上がってきました。でその景色がこれみたいな感じで、こっち曲がってまっすぐ行きますよみたいな感じになってる。そうで、まあ、今回はこう下まで降りなかったんだけど、まあ、このあとこの城を撮りたかったからね。そうこのまま、まあ、別で動画出してるか、まあ、今から出すかちょっとタイミングは分かんないけど一応作ってると思うんだけど、そう、そっちに向かいましたよと。だからまあこっから続きで福山城のあの感じ、あの動画の感じですね、うん、まあなんかそんな頻繁に神社にものすごい行くっていうわけではないんだけど、やっぱいいよな、神聖な気持ちになるよね。でじゃっけあれなのかな、稲荷神社は、まあ、狐の印象あるわな。んで、普通の神社って狛犬がおるじゃん。だからこの手前の狐は狛犬の代わりというか、っていうことなのかな。なんかちょっとやっぱ可愛らしく感じるよね。狐。そう。狛犬もさ、なんかいろんな神社行って思うけど、個性的な狛犬の神社とかも時々あるよね。結構見てる。狛犬。なんか変わった形の、この狛犬かっこいいなとか、なんか可愛いなとか、思いながら見てる。見方おかしいかもしれないけど。そういう、詳しく、そんな詳しくないから、そういう尺度でしか見れないよね。うん、
なんか、いいよね。なんて言うんだろう。心が静かになるよね、こういう場所に行くとね。で、前来た時にはそこの井戸みたいなところに猫が 2,3 匹いたよ。だからこの辺に居ついてんじゃないかな。だから見かけるかもしれない。あ、そういえばその猫じゃなかったような気がするけど、福山城の動画撮った時、動画、まあ、さっき収録したんだけど、まあ、この感じでね、このテイストで喋るだけので、写真に合わせて喋るだけので、そっちに猫が映ってた、映ってたっていうか撮ったんだけど工事中みたいになってるところらへんにいて、あ、猫おるわと思って、そう撮ってるから、まあ、猫好きはそっちも見てくれ猫好きを誘導するのはおかしいな。福山城が好きな人はそっちを見てくれ。最近の6月4日に撮影した福山城の状況がわかる。そう、そっちでは。まあ、またなんかこの、なんだろう、神社とか、福山城とか、まあ、何にも限らずだけどね、まあ、福山に関する、感じの動画を出していくと思うんで、まあ、また興味がある人は見てみてください。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。急じゃけど終わるわ。ありがとう。まあ、またなんかあったらコメント欄にも書いといて。終わります。ありがとう。